募集したというか、あそうですよ、うん、結構メールいただいて、今のご時世にメールでね、そういただいたのペンネーム逃避警察、なんだそいつ。西田のハゲ方が面白くないのですが、今後の展望について教えてください。ハゲ方面白くないわ、うん、笑えないハゲ方、ね、全体的にちょっと薄いっていう。頭皮がお笑いしてないわ、そのさ、潔悪いのよ、本当に。でもその盛るじゃん、あなたのくせで、その中央にこう、もう正面から見たら正直よくわかんなくない？いや、だいぶ盛ってるからよ、あなた癖で、毎分毎秒こうやってずっと中央に寄せて、だから横向いた時にもうこうサイドがら空きなのよ、弱小サッカーチームなのよ、もう中央にセンターに持ってきすぎて、もうサイドがら空きよ。センタリング上げられまくるタイプ、上げられまくるタイプのペンネーム、うん、ナムアミナムルさん。ナムアミナムル言いたくなる、これいい。サヤさん、昭和だったら死んでた人、こんにちは。なんだそれ、昭和だったら死んでた人って何？警察に狙われてたってことですか？さやさん、ニート東京出演おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。夢が叶いましたね。質問なんですが、お二人がこの先出たい番組やイベントありますか？ああ。A ネーションですか？ A ネーションなわけないから ABEX にないんだからなんか出たいイベントあります？西田は、俺は、うん、そのなんかこういう質問毎回さ、何て答えていいか分かんなかったけど、うん、しくじり先生なんじゃないかなって気してきた。ああ、二大学、二大学で。でもまあ、だから成功しないとこっからね、確かにね、出れないからね。しくじりっぱなしの人いないもんな転じてやっとしくじって立つっていうことは、うん、しくじりから反省して立ち直った人しか出れないじゃん、うん、ずっとしくじって、うん、俺もしくじりっぱなしだからしくじり先生になれない、ただしくじっただけの人だから。じゃあ、ここから持ち直してしくじり先生かな。あ、いいね、その目標。それがいい。あります、さやさん。出たい番組は、出たい番組っていうか、うん、吉田類の酒場放浪記が一番好きな番組で、あの BS で、珍しい。BS でやってるんですよ。吉田類の酒場放浪記、すごいよ、あれ。あの、ぐいぐい店の中入ってって、人のつまみ勝手に食べて、もう、いいですかと。食べて、乾杯みたいなのを勝手にやって、で最後、ろれつ回ってないの、もう吉田類さん向いてないじゃん、その番組。それがいいのよ、あ、ちゃんと飲んでるんだって。なるほど、うん、ね、ちょっともう舌が回ってないんですけど番組締めるときにもう酒場放浪記に向いてないよ、あんまり本当に放浪してるんだっていうのがなんかあの番組いいですね。そうなんだ。酒場放浪記みたいな番組持ちたいですね。さやさん、西田さん、こんばんは。こんばんは。いつもララチェン楽しみにしてます。ありがとうございます。さやさんと西田さんは毎年お互いの誕生日などに何かプレゼントをあげたりなどしていますでしょうか？知りたいです。ああ、何年か前にさ、うん、LINE のクーポンのさ、あのピーチジョンの1000円分のクーポンを4、5枚あげたよな。4、5枚もらったけど、そんな4、5枚もらってさ、4、5枚一気に使うやつみすぼらしくない？結局使ってないでしょ。使ってない。なんでよ。あとこの間めっちゃ美味しい日本酒もらった。あ、いけた。木箱に入ってるやつめっちゃうまい。あれ炭酸で割ってガブガブ飲んでます。あれうまいですよ。日本酒のお店で、うん、試飲しながら、うん、ずっと探してて、うん、もうベロベロになるぐらいに探して一番うまかった4、5千円ぐらいです、うん、あげてますね、全然。さやさん、なんかくれたっけ？なんか一回あげたあげた、マスタードとかあげたし、なんかケーキ、マスタードケーキ買ったりとか。あ、ケーキ買ってもらったことあったな。なんかしらあげてますね。西田、7月誕生日だよね。7月の24。さやさんが12月の13。テイラー・スウィフトと同じ日ですね。そう、1995年生まれだから、俺大谷世代だから。なるほどね。そうそうそう。大谷5番世代だから俺。いや、5番の誰が言うんだよ。え？ここになんかつけなきゃいけないだろう。写真がポだよ、もう。うち大谷世代。大谷5番が引っ張ってる世代。選手の方行かないんかい。翔平は知らない俺。なんで5番の方行っちゃうんだよ。大谷5番。5番世代だから、うちは。なんかすごいの来てますね。さやさん、大学大臣、こんにちは。誰が大学大臣？じゃがりこ食ってんの？誰が大学大臣？出たわ、ちょっと。来たね。僕は失敗を恐れて型にはまったことしかできません。なんだそれ。このままレールの敷かれた人生を送っていきそうで怖いです。なんで西田さんはそんなに人間の型から逸脱したことができ、さらに幸せに生きていられるのですか？何、人間の型からって何？本気で羨ましいです。コツ教えてください。人間の型からは別にはみ出たな。人間ではあるな。
ゲドって言われてます。ゲドなんだよね。でもやっぱたまにいるのよ、やっぱ西田さんぐらい好きなことして生きてる人は羨ましいですみたいな、うん、でコメントとか見てても、うんうん、あなたは本当に流れで生きてるよね。流れで運の良さだけで生きてる。去年もらってそう、ちょうど1年前ぐらいでさ、本当ライブしか出てなかったじゃん。ライブしか出てなかったよ。2000円ぐらいもらって、ね、そうそうそう、K プロさんにお世話になって週末ちょっと出るぐらいで、うん、すごいよね。だからそうそう、だからだいぶ変わりましたよ。変わったよな。だから本当コロナの今のこの状況で仕事があるじゃん、ちょこちょこリモートとかね、収録とかあるし、収録もあるし、うん、何ちょっと好かれようとしてんだよ。いや本当にでも運がいい、俺運がいい、こういうのがうまいのよ。本当にもうね、もうなんていうの、体育会系のそのなんか、うん、小祭りの感じうまいんです、西田。ここはね本当に尊敬してる。私西田めちゃくちゃうまいのよ。先輩に、うん、先輩をまず二分化するのよね、西田って。そのこの人は舐めた方が可愛がってくれる先輩か、すごくこうヘコヘコしちゃうか可愛がってくれるかっていうのをまず見分けるのめちゃくちゃうまいよね、西田。まあまあまあ、でもあこれ舐めて西田って分かったらガツガツいくし、ういって言って股間触ってやめろ西田って。そうね、そうだってめっちゃ可愛がられるし、で逆にちょっと大御所ぐらいになると、いや本当ありがとうございます大好きですみたいな。さうまいんですよ。良くない人じゃん。話を聞く限り。だから幸せに生きるためにはそうやって好かれるというこの西田の、これも天性だと思うな。でも学ぼうとして学んだわけじゃないもんね。まあね。これは西田うまいんですよ皆さん。ペンネーム対談人間2号。いつも楽しく視聴させていただいております。1号。これが1号だ。そういうことなの。だから自分は2号ですよ。ああなるほどね。俺の下についてるんだ。ありがとう。よりだからアップデートされてるはずです。確かに大体号が進めば進むほどね。そうそうそう。iPhone と一緒です。確かに。アポロも11号でやっと月いったもんな。読んで。はい。僕は西田さんと同じ1994年生まれの26歳です。お、小判世代。小判世代です。社会人になって4年が経ちましたが。俺と同い年はもう4年経つんだ。もう会社のもう2号じゃないよ、会社の中心になりだす4年だよ、すごいね。私3年目だもん。そうだよ4年目だよ、はい。うわ、社会出たことねえわ。本当だよ。同じ場所。そうそう、うん、今でも大人になりきれていない気がします。食べみここさんの可愛さが分かった時には僕も少し大人になったのかなと思ったのですが、お二人の考える大人の定義は何ですか。あります、大人の定義。なんかさ、その年齢かける1000円財布に入ってたらさっていう、なんか俺昔雑誌で読んだの。2万4000円大人って常に年齢かける1000円入ってる。うーん、入ってたことない俺2万5000円も。ほんと競馬の買った帰り道ぐらい。帰り道だけ大人になってる。そうそうそう、大人の定義ってなんだろうね。大人の定義、まあ、自分以外の誰かを守ろうと思った時じゃない。次行きましょうか。お二人が異性と結婚するとなった際、一番重視するポイントはどこですか。例、顔、体、性欲、テクニック以上。どこ。性格。性格です。資格の多さですね。資格の多さ、どういうこと。いや、性格。忘れられない恋ないの、西田は。なんだそれ。なるちゃんでしょ、でも。気持ち悪い。まあまあ、でもそうじゃん。おいおいおい。ちょ、じゃないのよ。照れやがって、バカ野郎って。いや、まあまあ、そうじゃないですか。高校時代のやつ聞かせよ。じゃあ、なるちゃんじゃないのね。それは、一番でかいですよ。なんで、なんで、携帯見な。携帯一回 OK にした。次の質問。お互いを食べ物に表すとしたら何ですか。何でもいいよ、そんなのは。なるちゃんの質問交わすためにこれあるんだよ。いいよ、玉ねぎ玉ねぎ。なんでだよ、癖からか。癖からか、俺が。ヒゲしすぎよ、自分のこと。どうせ癖からだろ。じゃあフォルムフォルムかい。うん、さやさんはみたらし団子。え、野菜ってどうと。え、食べ物。あ、食べ物か。なんだよ、チャ
シューだよ、じゃあチャーシューかい縛られてねえだろ、みんな思って、縛られてないわ、縛られて味濃く煮込まれてないだろ。マネタクについてどう思う？マネタクについてどう思う？最高の収穫じゃない？うちにとっては。まあまあまあ一番いい形じゃないですか。でもさ、なんか、うん、その俺が悪いとこもあるんだけどさ、うん、そのサーヤさんとマネタクでは共有されてるけどさ、うん、俺にはまだ話きてないやつとかさ、うん、結構あるじゃん、うん、じゃあいつかあいつ乗っ取る気なんじゃないかなって。俺とこう入れ替わりでラランドになるんじゃないか。俺に全然この話全然聞いてないけどっていうのたまに思う。いつの間にかすり替わってるんじゃないかな。そうそうそう、俺に異性が情報遮断していって最後俺を亡き者にするんだ。そうそうそう、ちょっと危惧してるところある、ね、全然ありですね。私は最高の収集だと思ってますよ、まあ、3人でやってる感じですからね、西田は、脅かされてる、乗っ取られるんじゃないかな、乗っ取るよ計画するやつ。どっかでちょっと一回話し合わないかも。はい、じゃあ質問コーナー終わりです。ぜひ何か質問あればコメント欄にお願いします、はい、高評価もお願いします。サムズアップ&サブスクライブ。あ、海外のやつだ。バイ。